あとは、さらにややこしい話しようか。肩のもみもみっすよね。肩のもみもみ。これもなかなか根っこが深くって、ちょっとね、経済と絡んでくるんでね、あんまり言いづらいんですけれども、ほら、クックマッサージに行って、肩こりを治す人、この、愚かさ。言ったらあかんのかな。ね、治したければ、治してくれる治療院に行ったら治るのに、根本的に治るのに、なぜクイックマッサージに行って治ることを期待しちゃうんでしょうね。それは無駄ですよね。いろんな無駄ですよね。お金の無駄、時間の無駄、労力の無駄、感情の無駄。本当そういう人って人生を軽視しているとしか思えないんですよね。自分の体のことにを軽視しているわけでしょ。自分の体なんてどうでもいいと思っているから、そういう安くて手軽で近いところに行くわけでしょ。で、肩凝った。じゃあまたクイックマッサージ行く。それの繰り返し。で、100回行って。たとえ1回1回が安くったって、1回が2キュッパーだろうが、100回行ってしまうとすごいお金かかるわけじゃないですか。それであれば、1回1万円だけれども根本的に治してくれる治療院に行った方が、よっぽど安くないですか？これが僕はわからないんですよ。なぜ、クイックマッサージに通い続けるのかが本当に、全然わからないんですね。うん、やっぱ人生無駄にしたいんでしょうね。もしくは自分の体のことを軽視している人だと思います。もちろんその、慰安ではいいんですよ。リラックスしにとか、休みに行くのは全然 OK なんです。そういうためにありますからね。そういうためにクイックマッサージはありますから、ちょっとだけ横になりたいとか、ぼーっとしたい。だから、1万円、もう全身マッサージ受ける。全然 OK なんです。だけど、慰安と治療は全然違うわけじゃないですか。治療をしにクイックマッサージに行ってる人ですよ。OK、大丈夫？うん、ここで僕のこと叩かないでね。だけどこういう層多いでしょ？治療をしに肩こりが辛いから、首が痛いから、クイックマッサージに行く人多いじゃないですか。で、指示するんですよね。ここもめ、ここもめとか言ってグイ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 押させるんですよね。それ、うん。1万回グイグイ揉まれたって治らないと思います。治らないやつですよね。だって首には原因はないわけですから。YouTube をご覧いただきありがとうございます。もっと心と体を軽くしたい方は庄司の健康オンラインサロンへ。もっと姿勢のことを書籍で詳しく知りたい方は1分姿勢教室で、こちらでお学びください。僕庄司がお待ちしております。じゃあねー。